イエローモンキーのコピーをやってます、イエローモンキー知ってる人、はい、その中で1回生おい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 マジか時代やイエローモンキーは、1988年結成そして僕の生まれの年は1991年、僕はまだ生まれてない時のバンドです、2001年に活動休止、2004年に解散した全部で何年 ?13 年ぐらい活動したバンドで、まあ、だろうな、俺らのおじさんって言ったらまだ年齢が上すぎるか、おじさんとお兄さんの中間ぐらいの人がよく聞いてたんじゃないかな。そんなバンドを、古臭いバンドをコピーします。今日はその中でもシングルの有名な曲を3曲持ってきました。次の曲も聴いてください。バラエの日々。追いかけても追いかけても逃げてゆく月のように海と海の間をすり抜けるバラエの Yeah.
11番の目です。漢字が3文字書いてあります。読み方が分かる人は黙っとってください。読み方が分からない人だけ聞いてください。まあよく読めない字やと思います。なんと新入生の皆さん、この部活に入ると読み方が分かります。そしてなんと、なんでこんな変な名前をつけたのかもわかります。僕と仲良くなったらそんなに難しくない。はい、では新刊合宿で待ってるぜ。じゃあ最後の曲です。聞いてください。ラブラッシュショー。怖い怖い。